はい、OK です。あ、こんにちは。今日は8月22日です。文京区の本郷にある金魚坂に、今日は大阪ランチを導入しに来ました。今までちょっと違ってですね、あのお友達金魚ということで、あの手からあの餌を取る金魚をお持ちしました。普段あの私たちやってる品評会用なんで、あのお友達とかそういうんじゃなくて形とか色とかこうあの品評基準にこだわってたんですけど、まあ、もちろん最低基準は満たしてるんですけど、その他に、まあ、人慣れした金魚、手から餌を取るということで今日導入させていただきました。これ水合わせでもう1時間ぐらい入れてるんですけど、この中に大阪ランチ、15ですね。あとこっちから15入ります。この、 あの金魚については、水槽の色の違いにある成長 の、 あの低下を今取ってるあの金魚です。この間動画で上げさせていただいたやつで、オレンジ色が一番退色が早かったっていう結果が出たやつです。あと緑は一番遅かったんですけど、まあ、あの形が一番いいんで、今日それをお持ちしました。一応、15-15なんですけど、そうですね、あと5匹ずつあの入れて、金魚坂さんにこれを置いとこうと思いますので、よろしければ見に来てください。ただこれちょっと販売じゃなくてですね、これ販売じゃないんですね、はい、販売じゃなくて、はい、あの一応今あのお友達金魚に合わせて人慣れするのを今実験やってて、それがうまくできたら販売ということになると思いますので、あ、じゃあそこがある程度実験が見えたら販売するよっていうことですね、はい、それがちょっとどれぐらいになるかわからないってことです、はい、それで今、はい、あの餌の話なんですね。で大阪ランチをあの、まあ、人慣れでいいっていう理由はですね、まあ、要はあの平漬け魚なんですね。で平漬け魚であの、まあ、上の方まで上がってくるっていうやつなんで、まあ、うちではもうあの手からあの餌取ってますので、今日金魚坂さんに、言ったら、餌が3種類あるというんで、ランチュの餌、それから金魚の栄養食、それからビオ、クリスピーとなってて、小粒で浮上性っていうと、なんかこれは一番良さそうな感じなんです。ランチュは多分浮上じゃなかったですよね。はい、ランチュは多分浮上じゃないですよね。これは浮上じゃないですもんね。進化ですよね。はい、そう、これあの前もらって使ったことがあるんで、それは浮きますね。あ、そうです。はい、ピンク色の。書いてないけど。それも浮上性です。上に書いておりますね。はい。で今回はこ の、 あの浮上性で人慣れするということで、はい、あのこの、トレビオ、クリスピー金魚の餌っていうのをこれをあの上げてあの人慣れした時にまた、どうなるかっていうのをご報告したいと思います。こんな感じですね。餌をためます。あと、5匹ずつ入れていきますので。いや、楽しみですよ、これ。15-15だから、これ5匹ずつ入れればいいですね。ちょっと手で入れちゃいます。こんな感じですね。サイズとしてはこんなあの小さいんですけど、きちっとあのうまくにもしてないで、やつを言いましたが、まあこういう金魚鉢にこう入れてですね、こうやって金魚鉢に入れて手から餌を取るお友達金魚っていうのを作るのに大阪ランチをお持ちしました。こんなんで少し
飼育状況を見たいと思いますので、よかったら金魚坂に足を運んで見に来てください。2階の喫茶室です。よろしくお願いします。ありがとうございました。